皆さんこんにちは、こじこじです。今回はハードオフでジャンクで購入しました、こちら BOSE の CD プレイヤー CDA12CDA12 なのかな、こちらを動作確認修理していきます。こちら価格なんですけども税込み1080円で購入してまいりました。BOSE の CD プレイヤーというとちょっとね、ちょっと高級なイメージがあるんですけども、1080円ということでね、元ねいくらなのかなってかなり気になったんですけども、調べても元ね出てきませんでした。ちなみにこちらの CD プレイヤー、ハードオフのタグがついていまして、トレイが出てきません。またトレイをね無理やり引っ張り出して CD を突っ込んでもCD なりませんということで購入してまいりました。トレイが出てこないことに関してはゴムベルトがね伸びきっちゃってるか切れている、で CD 読み込まないことに関してはゴムベルトがね弱っていて、こうしっかり CD をねこうリフトアップできていない、もしくはピックアップレンズが汚れている、ピックアップレンズの調節でね直せると思うので簡単に直せるなと踏んで買ってきました。それではね現状どんな状態なのか見ていきたいと思います。ということで、こちらが今回購入した BOSE の CD プレイヤー CDA12CDA12、 どっちなのか分かんないんですけども動作確認していきます。電源はもう挿しています。じゃあ電源オン。こんな感じですね、かなりひどい音が鳴っていますね。出てくる様子がありません。じゃあ Eject ボタンかな。とにかくひどい音がしますね、イオンしかしない感じです。あ、出てきた、軽く出てきた。じゃあちょっとね CD 入れてみたいと思います。なんか奇跡的にね CD のトレイ出てきたのでね、CD 入れたいと思います。これ CD 入れて出せるのかな、まあいいや。あー出てきたけど戻らない感じですね。ダメですね、無理やり進めましょう。いくか。いや、オープンじゃない、クローズして、クローズ。もう一回押してもダメかな、これ。ダメですね、オープン切っちゃってダメだ。ということでね、完全にぶっ壊れてますね。それでは、早速ね、修理していきたいと思います。それでは、早速分解していきたいと思います。サイドに、1、2。で、後ろ側に、1、2。で、反対サイドにも、はい、1、2本、計6本ネジを外していきます。ネジが外せましたら周りのねカバーを外していきます。これね後ろにこうピヤと引っ張るとね、はい、簡単に外せるかと思います。あ、ちょっと硬い、はい、こんな感じですね。とりあえずカバー外すとね中身こんな感じなんですけど、さっき CD 入れちゃったのでねちょっと CD 出さなきゃいけないですね。どうやろう、全体でちょっとイジェクトするまでボタン押し続けます。ということでちょっとね強制的な形なんですけども、はい、 CD トレイイジェクトできました。 CD をね取り出します。でね危険なので電源はね、はい、抜きます。電源オフにします。またかうるさいな。 BOSE のこちらの機種、ここ見えますか。ここですね、ちょっとずっと、ここですね、ここにゴムベルトがついています。はい、ゴムになんかふにゃふにゃですね。こうね触るとこうねふにゃっとしてるのがわかるかと思います。はい、今回このゴムベルトをまずね交換していきます。今回急なのでゴムベルトがなかったのでホームセンターでねこういったパッキンを買ってきました。これ一つ100円とかでねホームセンターで売っています。サイズも豊富なのでまあ最悪ね通販とかしなくても買えます。このような感じで種類は豊富です。それでは交換していきます。なんか幸運なことにこの機種ねこのね隙間からゴムベルト交換できそうですね。ということで、はい、古いゴムベルトを取り外しました。で新しいゴムベルトを通していきます。
片手での作業はね初めてなので辛いですね。耐えながら手を入れて通していきます。さあこれでね、はい、回るかな。 OK だと思います。それではねちょっと動作確認してみたいと思います。それでは電源ケーブルを挿したので電源オンにします。お、戻ってきました。あ、回ってる回ってる。イジェクト、イジェクト、イジェクトしてない。こっか。はい、出ます出ます、入ります入ります、上がります、でも回ります。これいけるんじゃないですかね。ちょっと出しまして、ボタンオンということでね、はいはいはい、ちゃんと11曲認識してます。ちょっと音出ないんですけど再生します。再生してますね。うん、してる。最後の曲聴けたら多分大丈夫だと思いますね。これ大抵ね最後の曲だけなんか飛んだりしたりするんですよね。急に秒数がおかしくなったりしないので大丈夫そうです。はい、今回のねあのこちらの BOSE の CD プレイヤー、こちらのゴムベルトがねなんか悪さしていたみたいです。無事に修理完了しました。ということで今回はハードオフでジャンクで購入しました BOSE の CD プレイヤー CDA12CDA12 どっちかちょっとわからないんですけども、はい、修理してきました。僕が思っていたよりね簡単な故障で、どうやらゴムベルトが弱っていたようです。今回ゴムベルトのね代わりにホームセンターで買ってきたゴムパッキン、オーリングっていうんですかね、を使用したんですけども、イジェクトオープンもクローズもちゃんとできて CD の読み込みもできるので意外に便利だなと思いました。秋葉原までパーツを買いに行けない人、また通販じゃないと買えない人にとってはね非常に便利なんじゃないかと思います。僕もね秋葉原までねゴムベルト買いに行くと往復で3時間交通費がねもう、2000円近くかかるので、本当に近くのホームセンターで手に入るオーリングゴムパッキンで、ね、直るっていうのはねすごく、簡単に直せていいと思います。 BOSE の CD プレイヤーというとちょっとねお高い感じがして、個人的にね手に入ってすごく嬉しいです。今ケンウッドのねシステム使って音楽聴いてるんですけども、ケンウッドの永久動作するねアンプ使ってもいいですし、以前作った真空管アンプ使ってもいい音が楽しめるんじゃないかと思っています。ということで今回の紹介は以上です。今回の動画が参考になれば幸いです。またチャンネル登録、Twitter のフォローなどねしていただけると僕のねモチベーションが上がります。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。